少し違う。正確には反響で作られた虚構の昆虫だ。簡単に言うと、記憶や執念などの周波数で作られた元凶。ソノラと呼ぶ学者もいる。ここでは何が起こるかわからない。気をつけてくれ。あまり俺から離れるなよ。この人たちは啓都会の観客。正確には啓都会に関する記憶の映写だ。うまく言えないけど変な感じがする。まるで臨時で組んだチームにチームワードは何もねえよ。だからミスしたのか、かわいそうに。10年前の臨時招待のことだ。あ、少し思い出しただけだ。モルトフィーの推測によると、ケイト界の周波数振動がここと共鳴し、異常が発生したとのことだ。残像だ。気をつけろ。これでどうだ。いや、影に溶ける。これも音の力だ。ターゲット確認。ただ観客の真似事をしているだけだ。そう、どんなにうまい真似であってもそれは外面に過ぎない。それはあの時の臨時招待が関係している。このことについてあまり他人に話したことはないのだが、実は10年前、俺もその臨時招待の一員だったんだ。その時は照明広場の鐘の音、案ずるな、俺がいる。行こうか。脅迫者、待て。外を見ろ。街が逆さまに。この空間にある全てが逆になっているのか。廊下で倒れている容器は記憶か、それとも残像が真似したのか。真似だ。しっかり俺についてこい。信じていいのか。もう少し強ければ。残像め、気を引き締めて。ここは戦場だから。警戒しろ、油断するな。来ないで。霧が濃くなった。周囲に警戒しろ。脅迫者、残像だ。でも戦争に不可欠だ。
静さを失う。逃がさない。これも音の力だ。しまった。これでどうだ。矛にてうがつ。気をつけましょうね。未来のために。これも音の力だ。10年前の慶都会が終わってすぐ、石崩れの高地で予期せぬ残像潮が発生した。あまりにも突然の出来事だったため、新兵たちも多く前線に派遣された。最終的には勝利した。だがそれと同時に多くの被害も被った。誰もが何かを失っていた。たった一回の勝利で打ち消せるようなものじゃない。彼ら以外にも多くの戦士が石崩れの高地で犠牲となった。この空間はおそらく彼らの残響で作られたものだ。長い間彼らの周波数と融合していた結果、残像たちは自分を予期だと思い込み、予期の記憶の中の出来事を繰り返している。だが彼らの周波数がまだ残像に抗っている。このまま放っておくとまずい。おそらくそうだろう。この鐘の音をたどれということか。大事にしないと。近づいてきた。残像は俺たちの存在を感知し警戒してくる。いつでも戦えるようにしておけ。空気がますます乱れてきた。ひとまず残像を片付ける。花よ。よっ、局を開く。未来のために。もう10年前の出来事なのに、どうして今さらこんなことに。原因は多分お前だ。俺が？思い当たる節はないけど。ずっと考えていた。なぜよりによって今年の慶都会なのか。お前だけがあの日と違うんだ。お前は良元と観戦の願いを叶えるために俺を臨時招待に誘った。最初は誰にも期待されなかったが、最終的に大きくリードしたのも全て同じだ。だからエネルギーの共鳴が発生したのか。その記憶だけで残像に抗っている。ああそうだ。そして耐えきれなかったら残像潮になる。石崩れの高地の戦い、その時キーンは彼らと一緒にいた。彼らはあの日を繰り返したくない。ああ、だから俺たちをここに導いた。もう時間がない。急ごう。
ゲット確認。痛みよ、我が身をまとえ。でも戦争に不可欠だ。これで決める。風に乗れ。その力だ。鐘の音はもうすぐそこだ。この先は照明広場。もう少し進もうか。ふざけたこと。予期の新兵訓練を真似している。訓練内容の一つは照明広場の記念式典に参加すること。予期の新入りはこれを終わらせないと戦場には出られない。ほとんどの新入りたちはこの訓練の意味を理解できなかった。そして俺もその一人だ。あの時まではな。ああ、あの日俺は行かなかったが、この訓練の意味が分かってしまった。全ての予期の戦士生命はここで始まり、そしてここで終わる。残像にはこの意味を理解できないだろうがな。
生も戦争に不可欠だ。静寂に沈め。これも音の力だ。花よ。キエル。これでどうだ。止められるものか。任せてください。未来のために。もう戦争に不可欠だ。待ってたぞ。脅迫者、ありがとう。あ、心配ない。あそこに10年も縛られたあいつらに、今やっと別れを告げることができた。事態は我々の予想をはるかに上回っている。解触現象は未知の領域に突入した。ここの周波数サンプルを記録し終えた。今は研究員へ行こう。呼吸として使おう。観測した異常の消滅を確認しました。どうやら今回の残像調は未然に止められたようですね。それと言われた通り、今回の異常と過去の残像調の比較調査を行いました。確かにいくつかの類似点が見受けられますね。そうか、ありがとう。まあまあ、そう焦らないで。まだ話は終わっていませんよ。2社の周波数についてはほぼ一致していますが、このことに関しては私もそこまで詳しくありません。現時点でははっきりとした結論は出せませんね。領域内で記録した周波数のサンプルだ。なるほど。ソノラから採集したサンプルであれば、例の学者に任せましょうか。白紙さんのことです。ソノラは反響学領域に属しています。彼女ならより効率的に調査できるでしょう。丁重に扱ってくれ。私たちはそこまで信頼できないですか。そうではない。ただ俺にとって特別な意味がある。安心してください。私たちがいかに研究サンプルを慎重に扱っているかは分かっているはずです。それにあれほど貴重なサンプルならなおさらですよ。今回の事件は軽傷になる。解触現象は俺たちが思った以上に難解で複雑だ。ですが同時に解触現象を解読する鍵となる。あ、そういえば委員会の方が君を探していましたよ。ケイト会の再開について相談したいようですね。了解した。ことが終わり次第また行く。ではお二人の用事も済んだことですし、
私は実験室に戻ります。脅迫者、もしよかったら付き合ってくれないか。ありがとう。では照明広場で合流しよう。一緒にやってほしいことがある。種だ。数年前に研究員に依頼して栽培した花の種だ。生命力がとても強いと研究員の者が言っていた。照明広場からは今週の全てが見える。去っていった奴らにも自分たちが命がけで守ってきた街を見せてやりたいんだ。この花の種、名はルーグー。ああ、花言葉は再生。少しだけでも慰めになればいい。ただの精神論かもしれないが、こういった支えも必要だ。おかげで彼ら、あの時犠牲になった予期の戦士たちが解放された。だからぜひお前がこの種をまいてくれ。ああ、気遣い感謝する。予期軍の戦士は皆戦場で死ぬ覚悟を持っている。将軍として当然分かってるつもりだが。戦士たちの魂を故郷に返してやることは俺があいつらにできる数少ない報いだ。脅迫者、もう一つ頼みがある。いつか俺も故郷に帰れなくなったら、ここにルーグーを植えてほしい。ありがとう、脅迫者。キュエンと一緒に今週に戻ったか。よかった、無事で何より安心したよ。この前渡し忘れたものがある。時間があればこっちに寄ってくれ。脅迫者、来たか。あの魚たちを見てくれ。自由に泳いでいるだろう。
でもまあ、自由ってのは対価が必要だ。ただその対価は、誰かが肩代わりしてくれることもある。10年前か。遠い昔のことだ。確かあの年の警徒会も、俺が責任者だったな。賑やかだった。あの年は参加者も多く、試合は午後まで続いたよ。あの日の夕焼け、今みたいに暖かかった。例の臨時招待も、試合前は誰にも期待されていなかった。最初にバトンミスがあったぐらいだからな。誰も予想しなかった。最後の選手はグルップを自在に操り、最後のカーブで逆転した。素晴らしい試合だったよ。そりゃあもちろん。あの時の笑顔、今にも目に浮かぶよ。この写真のお前らみたいにな。急いで組んだチームだからな。写真を撮るなんて考えてなかっただろう。これもお前さんが気づいてないうちに撮れたんだ。脅迫者、俺こそお前に感謝しないとな。そうだ、これからキエンと系統会の開催について話し合いがある。次の大会も実現してみせるから必ず参加しに来いよ。